4人でスクランブルゴルフをやったら50台出せるのかにチャレンジします。今日の参加者は私とほのちゃんとカイト君とそしててるきくんです。よろしくお願いします。ドライブレコーダーダッシュカム 46Z を協賛品でいただきました。そうね、いいね。これはじゃあ今日はあれだね、団体戦と言いつつ個人戦、個人戦なんだよね。これをかけたです。抜けてると思う。多分また前の子が動いてると思う。これ抜けすぎません、このホール。そうなんですよ。ドライバーじゃないよ、普通にラウンドしてたら。普通はね、普通は中田にポンと打ってくる。ナイスボール。まあ僕らは馴染み深いけど、まあてるきくんとこうはリンゴルフの撮影で、まあ初めて一緒に回るわけですけど、そうですね。まあてるきくんは普段いろんなチャンネルに出てて、うん、まあリンゴルフは印象とかどうですか？いや、なんかいいよね、雰囲気よく楽しく、でもみんな真剣にやってて、はいはいはい、まあ、すごいバランスのいい感じで、なんかでもね初めて出たけど初めてじゃない感じ。まあメンバーがメンバーだからね。確かに。そうね、余計すごい余計楽しいね。普段はやっぱ賞金かけてさ、はい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 、ちょっとね、ピリピリしてる時もあるし、じゃあもうちょっと、今日めちゃめちゃ楽しい。あ、そう、まあ、嬉しいね、俺らもね、来てもらえる先輩にね。嬉しい。いや、呼んでもらえてありがとうございます。そうなんだよね。そうなの。ありがとう。ちょっと左だよ。まだ捕まってるの。結構歩くない距離。左に結構ある。こっちから15。いいんじゃない？いいんじゃない？はい、ナイス。あ、やってしまった。頑張って入れよう。こっから打ってもどうせパーじゃん。そうだよ。こっからアプローチで行こうよ、もう。たまには逆目だね。逆目っちゃ逆目ね。どうする？こっちの方がラインはいいけど、逆目だとやっぱイレギュラーするじゃん。まあね、こっちの方がまだいいパットすれば入る。じゃあこっちにしよう。言ったから俺入れるわ。うん、満員引くだけど方向がちょっと
ナイスボール。これをプロと言います。僕は半分プロです。さすがだね。ヘッドカバーの練習が良くなったよね。それあるかも。そういうこと。前のさ、なんかもう、ハゲたライオンの時、懐かしいな。ハゲたライオン、何年前の話。むしり続けてると怒るあのハゲたライオンの時、あんまり良くなかったじゃん。いや、カイトがさ、こうやってやるからね。俺のせいか。ごめん。のせいだ。ただごめん。ナイスー。いいよ、今のはいい球ですね、お客さん。突き刺さっちゃった。刺さっちゃうね、やっぱね。タイちゃん、振って。ちょっと筋肉痛なんだよね。また言い訳？いや、振れないんだよ。チャエタン。さっきと同じじゃん。おびね。ダメだよ。カットしてほしい、今の。いやー、テレ君は今23歳。24です。24歳か、すいません。24歳だけど、ね、プロ歴で言ったら何年なんですか。プロ歴、まあプロ歴、アマチュア資格を放棄したのは17歳。17歳ですね。じゃあもう7年目。もうそんなになりますね。いやあのすごいと思いますよ。僕はすごいかな。これ僕だね。僕言ったらルーキーイヤーみたいなもんなんで、アマチュア放棄して、ね、確かにね、初めて会った時からもうプロとしてやってたから。そっか。そうで18歳15歳。カイト同じじゃん。そう、カイトすごいよ、そう考えたら。すごくないよ、この短期間でね、こんなね、立派になって。いや本当に素晴らしい。それでもね、最初の頃は俺も100切れなかったからね、うん、だってもうなんか途中やめたいとか言ってたじゃん。ここでやめてもいいだけで、ね、だって終わんないんだもん、みんなが。だってワンアンダーとか待ってるの俺55とか言ってるからさ、嫌になっちゃうわけよ。けどね、俺はある意味そう、てるきくんとか、うん、まあ今いないけど他の先輩方と一緒に QT 受けるみたいなのが、まあ、ある意味夢みたいな、うん、もうあったから、今年すごい俺は嬉しかったよね、一緒に QT 出れたのは、うんうん、同じ会場だったし、同じ会場だったから、なおさら、ね、お互いね、うんうん、まあでもね、そうね、やっとっていうか、もうあっという間だったね。あっという間だったね。そうね。どうした？ちょっと今しんみりする、いい話だったんだけど。なんか笑うとこあった？ほのちゃんが、うん、いけない。Pちゃん、Pちゃんってのは皆さん勘違いしてください。パッパラパーじゃありませんよ。プリティの P ですからね。プリティの P です。パッパラパー。あ、かわいい今日も。てるきくんのボールどういうことあれ？これ皆さん、これイーグルでいいかな、俺ら。これチョン入れで、すごいピンデッドに落ちてるもんね。ピンデッドだよ、ほら、一足ちょいぐらい。これはイーグルでいいですよね。これはイーグルですよね。はい、認定されましたと。ということで、さっきのパーはバーディーとなりますね。これすごい打ち下ろしてる。どうした、ピーちゃん。なんか俺がさ、俺じゃあまたバーディー取られてパーになっちゃうねって言ったら、パッパラパーじゃないですよ。違う、もうピーがパー、もうピーはパッパ。はいはいはい、よしよ、ありがとうね。いいね、いいよ。ねえ、バーディー取る気あるよ。そうだよね、ごめんね。すげえ独特なテイクバックするんですけど、そっから超オンプレーンで降りてくるから、まだ正解なんですよね、スイングとしては。っていう余談。おーおー、光ってる。弱いかな。ナンバー乗りました。おはようございます。ナイスです。うわー、またやってるよ。なんかもうさ、ドライバー振っちゃってるから、もうアイアンが難しいんだけど。
10メートルのパット入れましょう。順番変えてみる、逆に。出たパー3連ちゃん。バーディーバーディーで来ると絶対パーパーパーってきちゃうんだよね、出だし。普通のゴルフだったらいい感じだ。そう、めっちゃいい感じ。上がりまたバーディーバーディー。そう、バーディー32回ぐらいで。メディアパスもらって、あ、そう、練習ラウンド行ったんですよ、うんうん、で、もう中入っていいって言われて、うんうん、中入って撮影してたら、うん、結構、まあ、雨降ってて、うん、ギャレンの方いっぱい来てたんですけど、他の選手回ってないじゃないですか、はいはいはい、だから僕らの組にいっぱいついてきてくれて、そしたら結構声かけてもらってで、なんか高島くんとかにはなんか頑張ってくださいみたいな感じですけど、そうそう、僕らにはおーみたいな頑張れよみたいな友達かみたいないい、ね、それがなんか YouTube の良さかなって思いますね。もう初対面から友達それがいいとこだなと思って、うん、やっぱ誰でも参加できるコメントとか、やっぱ演者に対してもう言ったらもうみんな見るじゃないですか、コメントも直接問いかけられるから、やっぱいいんじゃないですかね、視聴者の方にもね、うん、それをやっぱ取り入れようっていう風にするし、見てる側も、ね、あ、出てる側も、うん、そういう意味ではすごく俺はいいと思います、好きです、うん、YouTube、 まあいいコメントも嫌なコメントも、まあ言ったら悪いコメントも僕は全部よく捉えてますね、今後こうしてこうみたいな、ね、きっかけになってるっすね。言ってくれることって普通はないからね、はい、うん、完璧じゃないこれ、いいでしょう、よい、上まで行った、上の方行ったんじゃない、うん、上の方行ったと思います、完璧だ、もうあれで行こう、完璧だよ、よくドロー打てるのかな、ロケーションね、いや最近ね、嫌でもドローを打つ練習をしてたら、うん、嫌でもドロー打てるようになった、ね、左ドッグ、左から出っ張ってきてるところでドロー打つのって難しい、やっぱ右逃げがちだよね、うん、滑っちゃうと思う、ナイスボール、そっちでもいいよ、うん、もう行ってみて、うん、ちょっと短い、うん、短い、僕ら一緒に行動してる子がセルブレーションですか、打ち上げ入れないで 76? ピンが長いからね、距離感がつかみづらい、結構オーライじゃない、オーライすぎる、抜けたからスピンが抜けてさ、
ちょうどいいかな。ちょうどいい距離じゃない？入ってるかな。入ってる。はい。入ったぐらいだ。ちょい入った。キャリー。キャリー。おお。いいかも。ピン入ったもん。入った。おお。戻り気味。戻り気味だって。ゴッ。いいんじゃない？いいんじゃない？今の。良さそう。良さそう。あ、いいんじゃない？これ。大体の止まろって感じなんだ。これが一番近い。お、どうですか？やるやん。はい、力持ちだね。どこが？これは辛いね。やっぱパー3つ取らないと。バーディー分かこない。ちょっとドロってる。近い。ただ上がり3つでしょ？次のロングで。あ、ロングあるんですか？イロング。イロング。アルバトロスでしょ？はい。寒いの？はい。ほのちゃんはもう寒いです。はい。寒いけど頑張って。あ、痛い痛い痛い！びっくりした。やめてくれよ。何が？やめてくれよ、そんなにいきなり引っ掛けて。ナイスバディ！ナイスバディ！よし、これでチームの雰囲気がまた明るくなったよ。ナイスバディ。いい感じ。そうなったらもうこっちのもんだ。よう分からんけど。ちょっと手を。そういうこと言わない。